スキッパー機は、ベルギー原産の小型の番犬用の犬種である。黒い紐を持つ、スピッツタイプの犬で、元は、牧羊犬の系統である。なお、犬種名を、英語やオランダ語の発音に準拠して表記すると、スキッパー機となるが、日本語では、シッパーキと表記されることもある。ジャパンケネルクラブの登録名は、スキッパー機である。ベルギーで、17世紀から存在が確認される。 主要な説によれば、ルーベナールと呼ばれた黒毛で中型の牧羊犬種を祖先とするが、異論もある。1690年頃には、ブリュッセル、とりわけサンゲリー地区の労働者や靴の修繕屋に人気のある犬だったという。彼らは、複雑な作りの真鍮製の首輪を見せびらかすために、本種の犬にその首輪をつけて、競技を行っていたとされる。この頃から、おは、 完全にダムをされていたが、その監修は15世紀にすでに見られたとも言う。その頃本種はネズミやモグラなどの害獣をよく捕らえることでも知られていた。本種が初めてドッグショーに出陳されたのは1882年スパでのことであったというが、1885年ブルッセルのドッグショーに出陳されたことをきっかけとして人気犬種となったともいう。その後、 マリアン・リエット王妃が好んだことから流行し、1887年には、イギリスやアメリカにも紹介され、広まっていった。最初のスタンダードは1888年、その年設立されたばかりのベルギーサイコのグリードクラブによって作成された。何年にもわたって、多大な努力を払うことによって、タイプの統一がなされた。当時の本種にはバラエティがあり、アンベルス系。 ルーバン系、ブリュッセル系といったように呼び分けられていたという。日本へは昭和40年代の中頃から輸入されている。スキッパー機の犬種名は1888年の犬種標準制定時に公式に採用された。スキッパー機の名が公式に採用される以前は本種はシュピツカの名でも知られていた。犬種名変更は本種をジャーマンスピッツと はっきり区別するために行われたものであると考えられる。この名は本種が伝統的に船の番犬をすることが多かったため、ドイツ語で小さな船長を意味する言葉から名付けられたものであると考えられてきた。しかし、1920年頃からベルギーではこの名が実際にはフランデレン地方の方言で小さな羊飼いを表すのシポック、または スキーパーカという語に由来するという説が一般化した。小さな船長説は本種をオランダのハシケ犬と混同したイングランド人たちによって誤って広められたものであると考えられている。クリーム色のスキッパー機イ色は、犬種標準では黒の実が認められるが、クリームおよびホーンの個体も生まれる。ジャパンケネルクラブでは、クリームやホーンの個体でも、 血統証明書は発行されるが、繁殖には配慮が必要とされる。首の周りにはケープ状の長い毛が生えている。尾は生まれた時に暖をする。非常に注意深く静かな足取りで歩く。そのことから、ベルギーでは老人の散歩の友として大変人気があるという、犬の中で長寿な犬種の一つとされる。ありがとうございます。